モンキーフリップサルチャンネルをご覧の皆様こんにちは。本日は日曜担当小玉がご紹介させていただきます。はい、今回はですね、店頭の方で人気のある内藤熊八作という、福井県の鯖江市で作られているメガネの新作が入ってきましたので、こちらをご紹介していきたいと思います。丸みの強いサーモントタイプのフレームになってます。で、この熊八さんの特徴としてはですね、こういったまずこのブリッジの細かい彫り込みですね。で、あとこのリムのメタルにもこういったちょっと模様が細かく綺麗に入っております。こういった、手の込んだ作りがとても綺麗なモデルです。かけるとこんな感じですね。結構このレンズ径広めのサイズ感になってます。で、横から見るとこのような雰囲気ですね。こちらが、一番こう王道のこのセルがブラックでメタルがゴールドのフレームになってます。もう本当にこう使いやすい一番オーソドックスなカラーリングですね。はい、あとこちらもう一色、こうクリアーグレーのようなちょっと赤みがかった色味が印象的かなと思うんですけれども、メタルはシルバーカラーになってます。はい、かけてみるとこのような雰囲気ですね。また先ほどとこうカラーリングが違うだけで少し印象が変わってくるかと思います。横から見るとこのような雰囲気ですね。はい、こちら3色目ですね。最後に、ちょっとこれもクリア感のある、またなんかこう赤みが強いブラウン色かと思います。で、メタルはちょっとこうくすみがかったと、アンティークシルバーのような色合いになってます。はい、こちらかけるとこんな感じになっております。今まで3色の中で言うと一番落ち着いた印象を受けるようなカラーリングになってます。横から見るとこんなような雰囲気ですね。3色こうそれぞれの良さがあるラインナップかと思います。またちょっとよろしければ店頭にていろいろ試してみていただけたらなと思います。いつもいかがでしたでしょうか。今回はですね、内藤熊八作の、新作のサーモンドタイプご紹介させていただいたんですけれども、やっぱりこう下がメタルになってますので、こう抜け感があるようなフレームかと思います。最近やっぱりこうこの上だけのサーモントタイプとても人気がございますので、ぜひまた一度試してみてください。では本日も最後までご視聴ありがとうございます。よろしければモンキーフリップサルチャンネルのご登録とグッドボタンもお願いいたします。ではまた、再来週ですね。